ごいものを見つけました私、はい、待って、何ここ、上とか吹き抜けみたいになってるんですけど、これはワクワクする。広いロフト、しかもちょうどいい広さ。私はもう絶対野球中継をここで見たいです。待って、降りてきた。スクリーンじゃなくて、そうです。平屋の概念とは。スマイル、スマイル広報部長の河村彩奈が行く東舘のお宅訪問、イエーイ。さあ今日はですね、東舘ハウジングの新しく完成した平屋のモデルハウスにやってまいりました。それが私の後ろに立っているこちらのお家なんですが、人気の平屋ですよ。グレーでね、ちょっとなんかシックな感じで、平屋のイメージを覆すような外観、すでに感じております。さあ詳しいお話を東舘ハウジングの土井さんに伺っていきます。土井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。今回このお家のコンセプトを教えていただけますか。はい、このお家が一応平屋かける 1.5 階の開放空間をコンセプトとしたお家になってます。平屋っていうのがやっぱり皆様、老後の家づくりを踏まえて横の動きで生活しやすいっていうところなんですけども、はい、街中ででしか、なんか土地がやっぱり狭いと平屋が建築できないって考えてらっしゃる方も結構いらっしゃるので、確かにそこ縦の空間をうまく使った平屋と 1.5 階っていう建物をちょっと作らせていただいてます。1.5 階、はい、どういうことなんだろう。お話は分かりやすいんですけどイメージができないので、はい、入ってもいいですか。ぜひ中で体感してください。よろしくお願いします。やった、入れる。楽しみ。ぜひじゃあ中までお入りください。ちょっと待ってください、はい、土井さん、そしてカメラさん、すごいものを見つけました私、はい、これウッドデッキってかテラスがあるんですけど、玄関すぐ横に。そうですね、中庭をちょっと、プライバシー性も考慮してこういう壁を立ててちょっと開放的な空間というのを作ってます。外から全然分かりませんでした。気づかなかった。すごい、もうすでにびっくり。これはもう気づいたらスマイル、スマイル、スマイルポイント間違いないです。はい、ありがとうございます。すいません。何ここ、ちょっと待って、何ここ、上とか吹き抜けみたいになってるんですけど、これ本当に平屋ですか。平屋です。そうですね、まず入ってもらったら、やっぱりインパクトのあるこの吹き抜けっていうのでお迎えさせてもらって、で20畳ある LDK ですね。で広い、キッチンを中心にこう、中庭と近づけるような形で生活のしやすい間取りっていうのをまず LDK は。そうか、縦になってるんですね。はい、吹き抜け広い、天井も見て、これカフェじゃないですか、ハワイアン。でちょっと土井さん、はい、ここが私気になったんですけど、はい、開けてみていいですか。ぜひ開けてみてください。収納とかかな。ちょっと待って、これはワクワクする。スマイルポイントを超えたワクワクポイントですね、これは。あー、楽しい。一応ここはアルファベットで DEN と書いて、デンっていうスペースであります。デン、DEN、はい、シアタールームだったり収納として使えるようにしてます。シアタールームですって。上ちゃんとね、ダウンライトになってて、ここも入るだけでワクワクしますね。だからそのプロジェクターとか置いたりして、でここに投影させて、はい、ちょっとこういうクッションとか置いて家族みんなで見る、おうち映画化もするとかでもいいですし、はい、子供たちはここを遊び場にしたりとかもできる。そうですね、何でもできちゃう。物置とかにもね、もちろんできますもんね。はい、河村さんだったらどう使いますか。いや、私はもう絶対プロジェクター置いて野球中継をここで見たいです。見たい。ちょっとこの隠れ家感がたまらなくいいですよね。上行きたい、上行きたい。ちょっとこちらに階段がありますので。はーい。1.5 階。おー、いい広さですね。そうですね、4畳半ぐらい広さがあります。はいはい
へえ、またこの上からの景色がこれ最高ですよ。わあ、お父さんお母さんでね、子供たちはね呼びかけそう。すごい全部見える。そうか、さっきのだから、まあ、シアタールームというか、はい、DEN ベンの上がこの部分になるんですね。はい、そうですね。へえ、でここが収納になって、はい、なんかすごい活かしてある。でもちょっと待って土井さん、はい、なんかまだありますよね。ん、上にも一つロフトが。本当だ、すごいすごい広いロフト、しかもちょうどいい広さ。へー、あー、いいよいいよ。ここそうか、ここの子供たちが寝て朝起きてそこのロフト降りていってみたいな。え、待って、これ平屋これ平屋だったっけな。え、だからさっきの その殿があるフロアがまず1階でしょ。でここのなんか階段上がってきた少し広めの4畳のところが 1.5 階でしょ。だからもう2階ですよねえ、平屋の概念とはえ、土井さん、でもこれ平屋なんですか。平屋になります。平屋だそうです。すごい。土井さん、はい、こちらキッチンとダイニングのスペースです。いやいい。前教えていただきました、この一直線の動線にポイントがあるんですよね。はい、キッチンの横にダイニングカウントとテーブルをつけてもらったら、もうやっぱり料理の配膳だったり片付けもすごく楽になるので、うん、確かに1階の、ね、あらゆるところが見渡せるから、はい、奥さんとしてもすごくすごくすごく安心だなと思います。またちょっと目線がね変わりますよね。梅酒とか梅シロップとかつけたりするんで結構瓶とか多くて、こういう、こう 深さのある収納とかがあるとありがたいです。すごくとにかくもうちょっとずつちょっとずつ物が多くなっていくんですよ ねキッチンってね気づいたら多くなっていくんですよ。この収納力も含めてすごくありがたいですね。こちらが水回りになります。ほうほう、おーへーあ、お風呂広ー、お風呂も広い。ここが洗面と脱衣兼ちょっとこう物干しができるランドリースペース。いやいや、確かにすごいいいですね。なんかもう家事動線考えられてるのが分かります。緊急時でちょっと洗濯物が多い時なんかは、うん、一応天井に埋め込みで物干しも隠れてるので。え、すごい、待って、折れてきた。え、スクリーンじゃなくて。そうです。スマイルポイント物干し電動で降りてきた。どうでしょう、一番の衝撃かもしれない電動下ろし物干しこの寝室もしっかり広さがありますね。収納量も結構たっぷり、クローゼットがありますので。確かに確かに、すごいちゃんとしたこうね広い安心する空間。なんか平屋っていうとね、どうしてもこうそれぞれの一人一人のプライベートな空間っていうのは少ないのかなっていう印象もありますけど、しっかりここだとなんか保たれますね、そういうのもね。もう一つここに子供部屋があります。おお、へえ、もう一個寝室の他にもあるんですね。はい、実は平屋ならではね、上に天窓がある。そうなんですよね。すごい、もう青空が見える。こっから光が差し込んでますよ。これはやっぱ天窓ができるのは平屋の強みだったりするんですか。そうですね、お部屋の上に1階なんですけどすぐ上に屋根があるので、うん、なかなか2階建てだと作りにくいかなと思います。いや土井さん、いろいろ拝見しましたけど、なんか平屋がこんなにワクワクするところが詰まってると思いませんでした。ありがとうございます。なんか1階だけだと思ってたのが 1.5 階があって、でちょっとこうロフトみたいなところもあったし、シアタールームなりそうなところがあったりとかして、いろんなスペースがあって、本当楽しいお家だなっていうのを感じました。で最後に1個だけお伺いしたいんですけど、はい、ここすごく温度が快適だなってどこに行っても思ったんですよ。ここに秘密があるんですか。
そうですね、実はここのお家っていうのが個室エアコンじゃなくて全館空調っていうのを採用させてもらってます。はい、出ました、全館空調。ホテルではありません、お家で全館空調ができる時代ですね。素晴らしい。だってなんかちょっとロフトとかそれこそ電とかって暑くなりそうなイメージがやっぱあって、はい、でもそのためにエアコンつけるのもなってなるじゃないですか。ってなったら全館空調って言われたらもうありがたい、ありがたいしかない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、実際にこの動画をご覧になって平屋とか見てみたいと思った方はですね、この動画の下に概要欄がありますので、そちらでぜひ詳細をチェックしてみてください。土井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。以上、トータテスマイル広報部長川村彩奈が行くトータテのお宅訪問でした。